モンドハイチャレンジマッチ B タクの第2戦がスタートしました。座り順です。トンチャに平賀俊彦、ナンチャ木原浩一、シャーチャシリナシハマ渡る、そしてペーチャにキムテヒョンとなっています。トン1曲です。ドラはローソーです。さあ、先ほど少しお話もありましたチーチャースタートとなった平賀です。はい、先にあの上がりを取り出したら楽だとは思うんですよ。はい、逆に相手3人がツモツモツモっていう感じで自分が包重なくてもラス目に立つと、はい、やっぱりちょっとやりづらいさも出るし挽回しなきゃいけないっていうことも出ると思うんで、うん、周りはとにかく先行することですよね。なるほど。なんか直撃取ろうって言ってそんな簡単に取れるもんじゃないと思うんでね。はい、そうするとやはりこの木原のこの手などというのはもうできる限りこの曲一つ決めたきたい、決めておきたいっていう、ね、はい、7、8、9、はい、あるいはドラ含みのイーペーコーとかね、うん、なる要素はいっぱいあるんで木原が大チャンスですよね、これは。滝沢プロはこの平賀の立場で、はい、もし自身が打っていたとしてこのチーチャースタートっていうのはどういうふうに考えますか？いや、最初梶本さんが言った通りで、はい、ナンバー苦労しそうだなって思いながら。なるほど。そうなんですけど、うん、ただまあ、親番残ってる人は上がりにも来るだろうし、うん、ちょっと並びがどうなるかで本当全然違うんで、うん、そうするとまあトンバはそれほどそこまで意識はせずにまずはまあ自分の手組に合わせてという感じで。そうですね、あの十分なこの貯金というかリードがありますので、はい、まあそれほどなんか気にして打っても仕方ないのかなと、うん、ただ本当に自分が狙われてる意識がないと危ないかもしれない、ね、なるほど。まあ不意な失点という可能性もあるということですかね。さあキムはここは3色も見えるような形になってきました。こうぐっと前傾姿勢、平賀もかなり気合が入っているような体勢に見えます。うん、結構も手は整ってきましたけど大事だから3万とかね、はい、ちょっと守備の意識から入ってますね。まあ、こういったところであまり守備に意識が傾きすぎるとまたちょっとここは危険になってくるっていうところも出てきますよね。まあもう慣れてると思うんですけどね。大きな舞台での戦いも何度も経験している平賀です。やっぱ怪我しないで勝とうってのは、まあ、なかなか難しいっていうか虫のいい話ですからね。ただどこで勝負をかけるかっていうのは、はい、やっぱりね、難しいところであると思うんですよね。平賀も、まあ、麻雀教室の生徒の方からモンドには出ないんですかっていうようなことも長年ずっと言われ続けてきたっていう話もしていました。なのでもうどうしてもこのモンド杯の舞台手に入れたいというような話も戦前はしていました。さあキムはイーシャンテン、平賀はここはまあ、本一チート一なども見ながら受けを重視してというようなそんな感じの手組みでしょうか。これでも 2枚目のダブ飛んでたら仕掛けもありますか。ちょっとプレッシャー与える意味でも泣いた方がいいような気もするんですけどね。滝沢プロそのあたりは、うん、確かにじっとしてるともう空気になっちゃうんでね、はい、好き放題打たれちゃうからそうかもしれないですけど、その分安全牌を2枚失うっていう、うん、なるほど。そのあたりを果たしてどのようにバランス感覚を取って打っていくか、これ難しいですね。 1-3 だと9枚揃ってるのに、うん、3色になりやすいのは言いそうか一応、うん、ここは数ピンを切っていきました。リーマンがないんでマンズで崩れるはないんですよね。はい、あーどこにしかってなった何発シャア全部1枚切れですね。あーなるほど。この手もし決めるようなことになるともうかなり近づ、トータルトップ近づきますよね。そうですね。面白いの面白いですよね今の、うん、2枚切れの1ピンの方残したっていうのが。あーなるほど。なんかとりあえず1ピン打っちゃいそうなところです。
他の字がそんなに危険度高いわけじゃないですもんね。なんとかなりそうだし。さあ木原、あー引いた、これ一番いいところを引きました。6球走のサーリーチだ。平川さんにドイツのチーピンですよね。高め、リャンペーコ、ただこれで高めがなくなった。なくなってピンチも、ピンチかもしれない。尻なし浜もいいシャンテンです。単品ドラさんまで見込める手配。キムは苦しいか。一旦はイーソーを切ります、うん、あっとなん、これは選択ミスになった。なんだろう、不思議な難切りだったんですね。いいピンを残しての難切り。ここは裏目に出る形になりました。さあキムはどうか。パーソーを引いて中筋スーマンといったところでチーマンが2枚飛びで強くないですもんね。むしろ4-8の重なりの方が、ただこのパーソーと3ピンという強烈な2筋を打たなきゃいけないっていうのがね。なるほど、まずは一旦数は、あわよくばテンパイで妥協と。そうですね、一ピンか、つい20日一ピンか、かな。いいピンを切りました。重装でもまだ2枚。ここに来た。危険度は高い。自身でローソーを3枚使っています。重装が出ました。ただこれは休めながら8000点の上がり。リーチ、ピンフ、イーペーコー、ドライチです。まず木原が尻なし浜から8000点を出上がり。1回戦のマイナスがなければ打ってないかもしれないですよね。ああ、なるほど。